イプシロンロケットは宇宙航空研究開発機構と IHIA ロスペースが開発した小型人工衛星打ち上げ用固体燃料ロケットで使い捨て型のローンチビークル。日本の衛星打ち上げの自立性を担うロケットとして機関ロケットに位置付けられる。当初は磁気固体ロケットの歌唱で呼ばれていた。イプシロンロケットの1、20模型イプシロンロケットは2006年度に 廃止されたミューファイブロケットの後継機として2010年から本格的に開発が始まり2013年に試験1号機が打ち上げられた個体ロケットであるミューファイブロケットと HE やロケットの構成要素を流用しながら全体設計に新しい技術と革新的な打ち上げシステムを採用することで簡素で安価で即応性が高く費用対効果に 優れたロケットを実現することを目的に開発されている。開発が開始された2010年時点では2段階、開発によりミューファイブロケットの約3分の2の打ち上げ能力と約3分の1の打ち上げ費用を実現することが目標とされ、開発第一段階の機体での定常運用で38億円、2017年どころの 開発第二段階の低廉化機体で30億円以下での打ち上げを目指すとされた。初代プロジェクトマネージャーは、ミューファイブロケットの PM を務めた森田康弘である。その後、イプシロンロケットの3段階開発構想が持ち上がったこともあったが、2017年時点では全構想とは異なる3段階での開発計画に変更されている。 2013年に打ち上げられた試験機の太陽同期軌道打ち上げ能力は 450kg。2016年度に打ち上げられた強化型イプシロンロケットとなる2号機からは同打ち上げ能力が3割向上され 590kg 以上となった。そして2020年代前半に H3 ロケットと技術を共有するイプシロン S を完成させて、 実機価格30億円以下での打ち上げの実現を目指す計画となっている。試験機の標準型の機体は3段から構成される。第1段には H、E やロケット等に使用されている SRBA を改良したものを、第2段と3段にはミューファイブロケットの第3段とキックステージを改良したものを流用する。強化型では第2段を新規開発し、 第3弾を中心に試験機の改良系を使用する。イプシロンの名前は、ラムダロケットミューロケットなど日本で開発されてきた、個体ロケット技術を受け継ぐ意味を込め、ギリシア文字が用いられた。公式には、エボリューションエクセレンス、エクスプロレーション、エデュケーションに由来する。また、試験1号機の打ち上げ後の記者会見で、イプシロンが、数学で、 小さい数字を表し、イプシロンロケットが、ミューロケットを受け継ぎながら、全く別次元に変身したロケットなため、M を横倒しにした、イプシロンと命名されたことが、明らかにされている。正式な名称のない頃から、一部報道で、名称は、イプシロンロケットが有力候補とされていた。また、アイセスの OB などが参加する、トークライブなどでは、E ロケットのダジャレで、 E ロケット、イプシロンロケットになったという話が公式決定前から出ている。イプシロン S の S にはシナジー、スピード、スマート、スペリオル、サービスの意味が込められている。イプシロンロケットは2013年11月7日に公益財団法人日本デザイン振興会による2013年度グッドデザイン賞において金賞を受賞している。 ミューファイブロケットは宇宙科学研究所により固体ロケットの研究と科学衛星打ち上げようとして開発されたが搭載衛星にロケットを最適化できるという利点はあるものの打ち上げには約80億円の高額な費用と約3年の製造期間が必要で本来は簡素で安価で即応性が高い固体ロケットの利点を活かしきれていなかった またアイセスの年間予算は約200億円と日本の宇宙開発予算の中では比較的低額であり高額なミュファイブロケットにより打ち上げ回数が限られていたこのような中でアイセス内部では開発期間が短い安価で小型の衛星を多数打ち上げるべきだという要望がありより簡素で安価で速応性が高い小型のロケットの実現を目指して ミューファイブロケットの1段目を省略し、第2段からキックモーターまでの3段式とし、ノーズフェアリングに集中させた電子装備を回収、再使用する改良開発案や、ミューファイブロケットの機体構成、製造プロセス、運用システムを見直し、搭載電子機器の統合、簡素化を行い、第1段に CFRP 一体型モーターケースを採用する。 改良開発案を模索していた。なお小型衛星の打ち上げ手段としては、H、E やロケットで打ち上げる大型衛星への相乗りという方法もあるが、惑星探査などの宇宙科学ミッションでは特殊な軌道が必要となる例や打ち上げ時期が限定される例が多数あるため、相乗りではなく、独自の小型ロケットが必要とされている。このような状況で、2006年9月の ミューファイブロケット7号機による太陽観測衛星費のでの打ち上げの後、2010年の金星探査機赤月の打ち上げまで約4年の期間が空くことから4年間の車上の維持費よりもプラネット C を HE やロケットで打ち上げた方が安くなるという弱、JA、さの判断でミューファイブロケットは8号機よりも後に打ち上げられた7号機を最後に廃止となった。これらの事情と 日本の個体ロケット技術の維持という目的から新たに小型の個体ロケットが開発されることになり2006年7月26日にはミューファイブロケットの廃止が発表されたその時に発表された SRB-8M-34 を基本とする二段式の磁気個体ロケットの開発計画については開発費用を抑えることを目的に 既存のロケットの構成要素を継ぎ木した結果帰って、高額となってしまい、一気の打ち上げのみで終わった J-I ロケットを連想させることから、正式発表以前から松浦深夜等の一部の指揮者から批判的な意見が指摘されていた案であった。また、かねてよりミューファイブロケットの存続や M-V ライトの実現を求める声が上がっていたさなかでの発表でもあった。 2007年8月の宇宙開発委員会において開発研究フェーズへの移行が認められたことで磁気個体ロケットの開発は新たな局面に入った認められた開発計画では当初の計画から3段式に変更されミューファイ5ロケットの既存モーターをもとに新規開発した第2段と第3段を全体設計に 最適化させ、新技術と革新的な打ち上げシステムを採用して、運用性を向上させることで、費用対効果の高いロケットを実現させる計画であったことから、批判的な意見も聞かれなくなった。2008年1月時点では2012年度に初号機、打ち上げ予定となっていたが、その後の、 開発フェーズへの移行が遅れたため初号機打ち上げは2013年度冬以降に順延される見通しとなっていた。2010年に直期個体ロケットの名称がイプシロンロケットに決定し、GX ロケットの開発中止決定後の8月には、開発研究、フェーズ時点より既存技術を活用する開発案に修正された上で、 開発フェーズへの移行が認められたことから本格的に試験機の開発が始まった。これにより開発研究フェーズ時点の開発案をそのまま進めるより開発期間が短くなり2013年度夏に初号機で惑星宇宙望遠鏡の日先を打ち上げられる予定となった。また開発費は安くなったが打ち上げ単価の低減の度合いが少なくなったため 修正後の開発案で永続的に打ち上げ続けると仮定するならば、11回目の打ち上げまでの総費用は安価となったが、それ以上打ち上げる場合は高価となった。開発費は205億円で、1機あたりの打ち上げ費用は試験機と同仕様のロケットの定常運用段階で約38億円。低軌道への打ち上げ能力は1 2 0 0ラム。 太陽同期軌道への打ち上げ能力は 450kg とされた。イプシロンロケットが磁気個体ロケットの歌唱で呼ばれていた初期の完成予想図では、内野浦宇宙空間観測所から打ち上げられる様子が描かれたものがあったが、推進材を充填した第1弾の SRB-A の陸上輸送が法制上不可能であったため、車上が内野浦に決定していたわけではなかった。 ミュー5ロケットでは、第1弾を2分割し搬入することで、放棄性を回避しており、HEA では、SRBA の推進剤を、種ヶ島宇宙センター内の充填設備で充填する、ことで、放棄性を回避していた。イプシロンロケットでこれを回避するには、新たな方法で推進剤を充填した第1弾を、種ヶ島から内の裏へ運搬するか、 内野浦に重点設備を新設する必要があり、様々な検討が行われた。またイプシロンロケットを種ヶ島から打ち上げるという案も検討されていたが、この場合は内野浦宇宙空間観測所の存続自体が問題となる可能性や飛行経路の関係で軌道投入能力が大きく減少するなどの問題があった。2008年に輸送問題は解決し、 弱左内で、内野浦宇宙空間観測所での射程を、ラムダ射点付近に心臓する案、μ 射点とラムダ射点の間に心臓する案、ミューランジャーを回収して使用する案の3つが検討され始めた。その後、車上は、内野浦宇宙空間観測所ミューセンターが有力となったが、 本格的にイプシロンロケットの開発が始まった2010年になっても車上が正式に内野浦に決定したわけではなかった。このような状況の中、鹿児島県の宇宙開発促進協議会は毎年国に提出している要望書に磁気個体ロケットを内野浦から打ち上げる要望を盛り込むなどしていた。2011年1月12日、 最終的に JAXA がイプシロンロケットの車上を内野浦宇宙空間観測所とするとして事業を促進させていくと発表、ミューランジャーを改修した。2011年時点では以下の項目を実現して機体構造と電子機器と設備の抜本的な低廉化を図り30億円以下で打ち上げを可能にする予定とされた。 小型衛星打ち上げ用に計画されているイプシロンロケットであるが衛星同様に探査機も小型化を進めている中でガツ惑星ミッションに挑戦することも十分に可能とされ4段ロケットに相当する推進に薬質量 700kg 程度の超小型キックモーターにより格段に性能は向上火星や金星に 200kg の打ち上げ能力で 惑星探査が十分に視野に入るとされた。2015年1月に定められた宇宙基本計画の工程表では戦略的中型と呼称される将来の宇宙科学探査分野での衛星の打ち上げでは H3 ロケットを優先使用すると定められ、イプシロンロケットは高度型小型革新的衛星技術実証分野でのみ打ち上げに 使用されることが定められた。実際、これに沿う形で、3ヶ月後の2015年4月には、小型の月面着陸機スリムを、イプシロンロケット5号機で2018年度に打ち上げる計画が示された。打ち上げ時期については、その後、計画を確実に進めるために2019年度に変更された後、 2016年の X 線天文衛星瞳の喪失事故が原因となり、結局スリムの打ち上げにはイプシロンを利用しないことになった。日本の基幹ロケットの H、E やロケットの能力は世界的にも十分な水準に達しているが、今後も信頼性向上や費用の削減などの段階的な改良の積み重ねが必要とされている。そこで、まず、 イプシロンロケットで、モバイル完成などの革新的な技術を実用化し、それを、HEA ロケットや、将来の基幹ロケットに応用することが考えられた。すなわち、イプシロンロケットは、安価で、使い勝手の良い小型衛星打ち上げ機であると同時に、革新的ロケット技術の練習台としても、位置づけられていた。また、 新型機関ロケットの個体ブースターをイプシロンの2段と共用にする構想も提案されたが、SRB-8、同規模の H3 ロケットの個体ブースター、SRB-3 と将来のイプシロンの1段を共用とすることとなった。GX ロケットの開発が難航し2009年には開発中止となったため JAXA には中型ロケットがなく、H、e やロケットで打ち上げるには、 小さい中型衛星を打ち上げるロケットに能力を拡大したイプシロンロケットを使用することも考えられた。2006年の宇宙開発委員会の会議では将来的に2段目に M-25 を加えミューファイブロケットと同じ構成にして打ち上げ能力を向上させる可能性について言及され2013年に行われた プロジェクトマネージャー森田康博へのインタビューでは、一段目の SRBA3 の燃料の充填を高密度化した上で、モーターケースを3割程度大型化、高水力化し、モーターケースの成形に関わる外国ライセンスを国産化することで、MV 以上の打ち上げ能力を確保しながら30億円以下の打ち上げ費用を実現する構想が言及されていた。しかし、 2015年1月に定められた宇宙基本計画の工程表では戦略的中型と呼称される。この分野の衛星打ち上げは H3 ロケットを優先使用すると定められた。2015年には需要分析を踏まえ将来のイプシロン開発における打ち上げ能力は強化型と同等の SSO に 600kg 級であり HEA。HE や B ロケットの運用終了までに完了することとされた。ミューファイブロケットの開発では、ロケットの大型化による打ち上げ能力の増強に注力した結果、アビオニクスや地上設備等の打ち上げシステムは、旧来から大きく変わっておらず、運用中に大幅な刷新が検討されていたが、実現しないまま運用を終了していた。 このため、イプシロンロケットでは打ち上げシステムの革新が大きなテーマになった。イプシロンロケットでは、H、E やロケットなど従来のロケットで行われている搭載電子機器を1対1で接続する方法ではなく、ランのようなシリアルバス接続とすることで簡素化する手法をさらに進化させて新たに開発した搭載点検系の機器と簡素な地上設備を ネットワークで結んで自律点検機能を持たせる。これにより数人とパソコン数台でロケットの打ち上げ前位点検や完成を行うことが可能になった。これをモバイル完成と称している。この打ち上げ前点検作業は点検項目が約2000に及びコンピュータ制御に切り替わる70秒前からでも約300項目あり、 数十人がかりで数時間かかるものが、この新システムでは70秒で終えることができる。セキュリティ上の問題から実現はしないが、原理的にはインターネットを通じて、世界中のどこからでもパソコン1台で、すべての完成が可能である。一方、少数のパソコンでの集中管理の危険性として、完成用パソコン、たった1台の誤作動やウイルス感染、 クラッキングによるプログラムの改ざんが致命傷につながる恐れがある。上調性を得るために2台のパソコンで完成を行うが、従来の数十台パソコンで完成されるシステムに比べた危険性も指摘されている。新たに開発した搭載点検系のうち、機体に搭載されて、車上整備時に機体の状況を監視する機器がローズ 加工品回路の健全性を点検した後、打ち上げ前に取り外されて繰り返し使用される機器がモックである。また、ロケットに搭載されている各種機器は固有仕様のものが多く、機器の置き換えや組み換えをするためには適合のための開発作業が必要だったが、イプシロンロケットでは次世代の宇宙機用ネットワーク規格として、 国際的に標準化が進められているスペースワイヤーを取り入れることで互換性を高め機体構成の変更や部品の枯渇への対応を容易にすることとした多段式ロケットは下段を切り離すたびにペイロードの占める重量比が大きくなっていくため上段になるほど無駄なくペイロードを加速できるようになる逆に下段ロケットは上段ロケットを大気圏外まで持ち上げることが 主な役割であり、ロケット全体に占めるペイロードの重量比が少ない分だけ、下段は、ペイロード加速の効率は良くない。すなわち、上段の性能を高めると、全体性能が大きく向上するが、下段の性能を高めても、全体性能の変化は小さいことになる。逆を言えば、下段で性能を上げる場合は、効率が低い分だけ大規模にせねばならず、 費用に与える影響も大きい。そこで、イプシロンロケットでは性能を落としてでも、大胆に費用を削減する手法が取られ、第1弾に、H、E やロケットの個体ロケットブースターの SRB、A3 を最低限の改造で流用し、ミューファイ5ロケットの1弾と2弾を統合している。そのままイプシロンの第一弾に流用するには、ミューファイブロケットの M-14 では、 第2弾がなくなるため加速がきつくなる。SRBA は HE やロケットの補助ロケットして最適化しているため無駄が多い。M-14 より水力が小さい SRBA でも M-34 と KEMV2 を持ち上げるために最適化された M-25 に比べて水力が大きいため試験機では SRBA の能力を 最大限使える高圧型モーターではなく、打ち上げ能力は低下するが、積み荷の衛星に優しい長病時型モーターが使用される。費用を重視した設計がなされた第1弾に対し、第2弾を呼び、第3弾はミューファイブロケット以上の性能向上が、図られる。第2弾には、ミューファイブロケットの第3弾 M-34B モーターの、 改良型の m 3 4 c を第3弾には、ミューファイブロケット5号機のキックステージケム V2 の改良型のケム V2 ビットを採用し、これらは、モーターケースの軽量化や推進に悪重点効率の向上が図られている。これにより、第2弾と第3弾のマスレシオは、世界最高水準であった、ミューファイブロケット以上になり、ペイロード比も、 ミューファイブロケットと同等の水準を維持できるようになっている。第2弾と第3弾のモーターケースの材質の CFRP には、トーレの炭素繊維の T1000G が採用され、製造工程は従来のオートクレーブ成形からオーブンキュア成形に変更され、高性能化と低廉化が同時に図られている。 ただし、開発期間の短縮のため、モーターケースの材質と製造工程を変更するのみで、基本設計を変えていないため、ロケット全体の推進薬量の均衡は最適化されているとは言えない。オプションとして、小型液体推進系の PBS を搭載することが可能である。低軌道ミッションの多くに用いられるほか、太陽同期軌道ミッションでは、 標準的に用いられる予定である。一液式エンジンで燃料にはヒドラジンを使用し、タンクはカートリッジ方式として整備性を向上させる。LE-5B の制御系統で用いられているスラスタを流用することで費用の削減を図り、小型かつ軽量に設計される。PBS は三段目の燃焼中から作動し、ラムライン制御による軌道修正を行い、 三段目との分離後は、デスピンを三軸制御で、軌道投入が行われる。衛星分離後は軌道を外れ残留燃料を放出する予定である。これによって、軌道投入精度が液体燃料ロケット並みに高められる。PBS は静止トランスファ軌道ミッションや地球重力、脱出ミッション等のエネルギーが高い軌道への投入には、基本的に用いないとされている。 これは上段の質量比を損なわないことでペイロード重量を保つためである。イプシロンロケットで用いる第一段モーターの SRBA には燃焼振動が発生しており、これに起因する制限波振動がペイロードに及ぼす影響を許容範囲に抑えるために日本のロケットとしては初めて精神機構が開発され衛星の真下に設けられている。 精神機構には適切な基軸方向の合成と横方向の合成を確保する必要があり、稼働ノズル用フレキシブルジョイントとして実績のある技術を応用して二重円筒構造を積層ゴムで結合する方式を採用し合成要求を満足する機構の開発を進めている。また打ち上げ直後にロケットの噴射からの高音圧の音響が地面に反射し、 ペイロードに影響を及ぼすため、火炎変更版や新たに沿道を設けるといった、射点周りの局所形状を見直し、液体ロケットレベルの外部音響環境の実現を目指しており、最終的にミューファイブロケットに比べて騒音が10分の1以下にまで減少している。また、ペイロードを守るためのフェアリングは、製造時に半角一体製造やシート調布式断熱材が、 運用面では、アクセスドアの締め時間短縮や、打ち上げ後の回収が必要がなくなる水没式の技術が使用され新規に開発された。ミューファイブロケットの第1弾は、モーターケースが2分割で、さらにノズルも分離した状態で工場から搬出され、車上で組み立てていた。これを、SRB-A と同じく一体に組み立てた状態で、車上に搬入することで、車上作業を、 簡素化する。同様に、第2弾以上もできるだけ工場で組み立てて搬入する。システムの革新と合わせ、車上での準備期間と作業人数を大幅に削減し、個体ロケットが本来持っている特徴でありながら、ミューファイブロケットでは、十分に活用できていなかった、短期間で簡素な打ち上げを実現する。イプシロンロケットとミューファイブロケットとの比較を以下に、示す。 MV までの i s セ s 衛星打ち上げロケットは、次に上げる必要性取利点により、ランチャーから海に向かって、斜めに打ち上げられていた。しかし、MV 以降の大型個体ロケットを、ランチャーから斜めに打ち上げるには、次に上げる欠点があった。イプシロンロケットは、垂直打ち上げに対応できる誘導制御機能が、十分にあり、第一弾には信頼性の確立に必要な。 使用実績が十分にある SRBA を使用するため、異常燃焼についての懸念がなくなり、斜め打ち上げでは欠点しか存在しなくなった。このため、従来のミューランチャーを回収してロケットは垂直に打ち上げられ、発射台下部には効果的な沿道が設置される。なお、m 製微糖なども回収し、既存設備を最大限活用する形で、 発射装置が整備される。基本型は3段式の固体ロケットで、高い軌道を投入精度が必要な場合は、液体燃料エンジンを利用した PBS を追加する。誘導制御は1、2段と PBS で行う。強化型の開発までには、右与曲折があった。磁気固体ロケット開発計画当初は、試験機は開発費の抑制と開発期間の短縮を、 はり、改めて2017年頃に低廉化機たよう、完成させるという二段階開発計画であった。その後、EX、EI、e、EI と徐々に、能力拡大と低廉化を進展させていく三段階、開発構想が持ち上がったが、これも、立ち消えとなった。ついで、試験機の開発の後に、エルグの打ち上げに対応させるために2012年度から、 打ち上げ能力を増大させた二号機対応開発が始められ、これとは別に映像のマイナス2の打ち上げに対応させるために2014年度から打ち上げ能力に加えて衛星放落域を増大させた高度化開発が始められる予定であった。しかしエルグの打ち上げが先送りされたため、両開発計画が統合されることになり、2014年度から強化型開発として、 強化型の開発が始まった。強化型は2016年度に打ち上げられた2号機から適用された。エルグ打ち上げの2号機は強化型基本形態、a ロマイナス2打ち上げの3号機は強化型オプション形態のそれぞれ初号機となるため、試験機と同等の打ち上げ費用となる。第2弾の強化強化型では、エルグと a ロマイナス2の両衛星の打ち上げに対応させる。 ために、太陽同期軌道打ち上げ能力が、試験機の 450kg から約30%増の 590kg 以上に強化され、フェアリングの衛星放落域も15%拡大される。これを同時に達成するために、第2弾モーターに M-35 が新規開発される。M-35 では M-34 c と比べて、 モーター系を2.2メートルから2.5メートルに拡大させ、推進薬を約11トンから15トンに増量させ、推進薬の一つのアルミニウム粉末を SRBA と共通化し、推進薬燃焼,燃焼速度の調整方式と推進薬充填形状を変更することで低廉化を図る。また、モーターケースのさらなる軽量化も図られる。モーターケースは、 CFRP 製で、従来までは、設計係数が1.5に設定されていたが、技術の進歩により CFRP の品質の誤差が、十分に解消されているとして、M-35 の、モーターケースでは、設計係数を、金属製と同様の1.25に落とす。これにより、仮にモーターケースが、同様の大きさの場合20%軽量化できる、ことになった。 またモーターケースと推進剤の間の断熱、水密、機密の三層構造を炭素化して軽量化する。M-35 の初の燃焼試験は2015年12月21日に、のしろロケット実験場で行われた。さらに、フェアリングの外に、第2弾の M-35 が配置されるようする、ことで、 フェアリングの全長を最適化し、衛星放落域の拡大を達成する。軽量化、第2弾と第3弾の偽装を簡素化し、第3弾機器搭載構造と電力シーケンス分配器を小型、軽量化する。電力シーケンス分配器は、半導体リレーを新規開発することで、機械式リレーから1 2ラム以上軽量化させて、重量を半減させる。 第3弾は試験機のケム v 2ビットの改良型のケム v 2 c となる。第2弾と第3弾のいずれも進展ノズルが廃止される。PBS 改良試験機の PBS には3つの推進薬タンクがあり押しガスに窒素を使っていたが強化型オプション形態となる3号機の PBS からは信頼性向上のため一つの 大型推進薬タンクとし、推しガスにはヘリウムを使用する。また試験機で、第3弾燃焼中の姿勢調整を担っていた、PBS 付属のラムライン推進系を、3号機では、削除し、この分の軌道誤差の修正は、PBS 自身で行うようにする。低衝撃型衛星分離機構の導入3号機からは、機関ロケット高度化開発の一要素である。 衛星搭載環境の緩和をイプシロンロケットにも適用する。従来の衛星分離は締結ボルトを加工品で爆破して一気に切断するボルトカッター方式で行っていたが3号機からは新開発の低衝撃型衛星分離機構を用いて電気的にラッチ機構を開放して衛星を分離する分離デバイス方式に改める。以下に判明している範囲で 試験機と比較した主要書言を記す。2016年度改定の宇宙基本計画工程表で H3 ロケットとのシナジー対応開発が進められることが明示され、2020年代前半に H3 ロケットと構成要素を共通化して低コスト化を図ったシナジー対応開発計画が検討されることとなった。このシナジー効果による 低コスト化の達成目標は、オプション形態での実機価格30億円以下とされた。第1弾のモータには、H3 ロケットの個体ロケットブースター SRB-3 を採用し、第2弾と第3弾にも SRB-3 の開発成果を、活用、アビオニクスも H3 ロケットと一部共通化させる、こととなった。2020年3月、 JAXA のプロジェクト移行審査を経て、プロジェクトへと移行され、プロジェクト名は、イプシロン S ロケットプロジェクト、通称は、イプシロン S とされた。2020年度より開発を始め、2023年度には、実証機打ち上げを計画している。開発予算は138億円を見込む。SSO 軌道6 0 0ラム以上、レオ軌道1 4 0 0ラム以上、 複数衛星の打ち上げに対応し、軌道投入精度は、高度誤差プラスマイナス 15km 以下、軌道傾斜角誤差をプラスマイナス0.15度以下まで向上することを目標としている。打ち上げ時期の柔軟性を確保するため、3ヶ月に2機の打ち上げを可能とする。また、打ち上げ3時間前までのレートアクセスも可能とする。強化型では、 基本とオプションの二つの形態があったが、イプシロン S では、オプション形態と同じ個体三段 PBS で、仕様が統一されることとなった。アビオニクスは、H3 と一部共通化される。イプシロン S では、衛星受領から打ち上げまでの期間を10日以内とする、ことが目標とされており、その実現のため強化型では、フェアリング内に搭載されていた第三段がモータと、 アビオニクスはフェアリング外に搭載されることとなり、前段組み立て、前段点検後に衛星受領、搭載が行われることとされた。第3弾の姿勢制御はスピン安定から水力方向制御に変更され、推進薬量は強化型のおよそ倍の約5.0トンに増量される。これに伴い、全長は 強化型から1メートルサイズアップした約27メートルとなる。第1弾モータには H3 ロケットの SRB-3 が採用される。開発の効率化のため2020年2月に行われた SRB-3 の第3回地上燃焼試験ではイプシロン S で使われる TVC の機能試験も行われている。打ち上げは うちの裏宇宙空間観測所 M センター2022年度、2023年、2024年度、2026年度、2027年度、2028年度、2030年度以降小型科学衛星は宇宙基本計画において5年ごとに3期程度を打ち上げるものとされたが、 その後、公募型小型計画として2年に1回の打ち上げを実施、また革新的衛星技術実証プログラムも2年に1回の実証機会を確保するとされた。これらを含め、運用側には、イプシロンロケットを毎年1、2機打ち上げたいという意見がある。2012年11月21日、筑波宇宙センターで使用されているパソコンで、コンピュータウイルスが検出された。 調査を進めた結果、このウイルスに感染したパソコンを利用して、イプシロンロケットに関する内部情報などが不正に外部に送信されていたことが判明した。北海道大学公共政策大学院教授の鈴木和人は、モバイル感性を含む様々な革新的技術を実現するロケットとして技術的に評価する一方で、日本と中国、韓国、 北朝鮮との緊張関係を挙げて、イプシロンロケットは、国際政治や打ち上げビジネスに関する、政策的観点からの位置づけが曖昧なまま、弾道ミサイルへの転用が疑われる個体ロケットを、個体ロケット技術を維持するという技術的観点から、のみを重視して開発されたと主張して、様々な疑問が残るロケットと評価している。また、 旧ソ連の大陸間弾道ミサイルを転用したウクライナのドニエプルやロシアのロコットと比較してイプシロンのコスト競争力の低さを懸念している。なお、ドニエプルの元となった R-36 系列は160回以上発射され97%の成功率を記録している。産経新聞も日本の宇宙開発にとって 大きな飛躍につながる打ち上げである。と評価する一方で、改良版でも競争力は高いとは言えない。再来年の2号機以降の打ち上げは未定で、商業衛星の受注獲得は容易ではない。と、商業受注に対する厳しい見方を示している。フリーランスの科学ジャーナリストの松浦晋也は、イプシロンに組み込まれた新技術は、 HEA の後継機にも使われることになるだろう。イプシロンには2020年代に向けた日本の宇宙輸送系の未来がかかっている。と、イプシロンロケットの将来の宇宙輸送系の技術基盤としての役割を評価している。ありがとうございます。